いやー、やっはー。あはー。じゃ、他のクラスにも行ってきます。これだけ感動したのはいつ以来だろうか。ところで、この町で殺人事件があったんだってな。マジで？へえ、アナウンサーにインタビューとかされた？ドンパチだろ？マジかよって思ったけど。変な病気といい、妙にバタバタしてきたよな。ちょっといいか。マジでちゃんと使い続けてる。で、どうよ。ダメなんだよ。全然変わりゃしねえ。意味ねえよあんなの。忘れるかよ。お前はまだ余裕があるみたいだな。そのうち国見にも分かるようになるよ。俺の感じている焦りがどんなもんか。さてと、ご飯だね。
ヒロッチ、マジで政治家になった方がいいよ。な、何？急に。クラスでもそうだったってこと？うん、ファンクラブができそうな勢い。今時学園のアイドルみたいな。政治家からアイドルって随分な落差だね。チカ子ちゃん呼んでくるね。尽くしがたいかな。そうね、ちょっと表現不能な前衛芸術のような。珍しいね、エマちゃんが冗談言うなんて。冗談じゃないですよ。だってなんかね、そういうこと多いらしいよ。病院に寄ってから登校するって。体弱かったんでしょ？完全に健康ってわけじゃないみたいだね。そうなんでしょうね。そっか、なかなか難しいもんだね、体のことも。双葉の場合は骨を折っただけだったからそれほどでもなかったけど。だけって言っても大怪我だったけどね。ズボンになるの？男はみんなあくまで悪気で羅刹だみたいな。あ、あれチカ子ちゃんじゃない？みたいよ、千尋が奇妙な動きするから。あれりゃ、コンビニ寄ってきたんだ。はい、学校の購買よりは美味しいと思うんですよね。いろいろあるもんね、最近のお弁当って。そうなんですか？どうしてもお母さんが忙しい時があるから。私、コンビニのお弁当って食べたことないです。え？
お店で出前取ったりとかもほとんどしないし。それで何食べてるの？草とか？だから料理して。ああ草を。草から離れてよ。すごいねエマって。そっちの方が美味しいし健康にもいいし。京介ちゃんと結婚する女の人は大変だね。いや、エマと比べられたらってこと。錠剤なんか飲んでるくらいだし。まあなるべくバランスよく取るようにしてるつもりだけど限界あるからね。やろうと思えばできるはずなんだけどね。双葉って料理上手なの知ってた？覚えてる？双葉が得意なんだったら私にもできると思うんだよね。双子パワーってやつ？そうそう。なんだけどね。包丁を使わないで料理するのも限界があるでしょうからね。まあね。それに私そもそも刃物とかってあんまり好きじゃないし。そうかね。けど栄養が足りないとお肌が荒れそうだよね。曲がり角にはまだまだだと思うけど。いやーそんなことないと思うよ。うわマジな顔して言わないでよ。そうですよ。警察な生徒？あ？警察って何？千尋ちゃんが歌歌ってて警察の歌なんだって。
そっか、後で調べよう。それで今日はどうするの？そう、それじゃあね。ないの？じゃあ一緒しようか。大丈夫だって。ほら遠慮しないで。いや、そんな離れてたら肩が濡れるよ。もしかして照れてる？やだな、照れることないのに。外で遊ぶことが多かったからね。そりゃ黒くもなるか。ま、今は美肌って感じだけど。泣けるな。あと、なんでなんだろう。